you live before a capacity crowd from National Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Official FIFA World Championship Soccer Competition. Today, the match that will decide which club will be the next world champions of professional soccer. This is it. It's the third Toyota European South American Cup. From the very best professional teams of Europe and South America. The winners. The champions of the European Cup. The champions of the South American Club Cup. It's Aston Villa versus Peñarol. World Championship Soccer Competition. The very best professional soccer the world has to offer. The culmination of years of practice, dedication, and individual achievement. The men of uncommon ability. The men of perfect skill. Precise timing. The champions. The tension mounts. The ultimate game to decide the next world champion is now. Live from Tokyo, Japan, it's the third Toyota European South American Cup.両チームのイレブンが入ってきました。世界のスーパースタールンメニゲの率いる1ドイツのバイエルンミュンヘンを破ったヨーロッパチャンピオンイングランドのアストンビラ、一方昨年の世界チャンピオンリーコの率いるブラジルのフラメンゴを下して南米チャンピオンとなったウルグアイのペニャロール。1982年のヨーロッパと南米のチャンピオンが東京の国立競技場に勇姿を現しました。ワールドカップに次ぐ世界的なサッカーのビッグイベント、単独クラブチームの世界一を決める第3回トヨタカップ。果たして今年の世界チャンピオンはワインレッドのユニフォーム、イングランドの名門アストンビラか、それとも黄色と黒のユニフォーム、過去この大会で2度優勝しているウルグアイのペニャロールか。今日の放送席解説は日本サッカー協会強化部員、このほど1年間の西ドイツ留学を終えて帰国された松本育夫さんです。松本さん、どうぞよろしく。よろしくお願いします。いかがですか。続きまして久しぶりに見るこの東京でのトヨタカップ。そうですね、やはりワールドカップと全く同じだということですね。ですから日本のサッカーのファンが、はい、その世界のサッカーのファンの仲間入りをしたと、そういう感じがいたしますね。サッカーのファンの応援の仕方が変わってきたということでしょうかね。それよりもね、もう世界のサッカーのですね、この応援の仕方ということを日本のサッカーのファンが理解をしたというような感じがいたしますね。まあ、それにしても国立競技場、大勢のお客さんが入りました。ロイヤルボックスには世界サッカー連盟、ヨーロッパと南米のサッカー連盟の役員、それに100カ国近い在日の大使講師、遠くイギリスあるいはウルグアイから熱狂的なファンも詰めかけまして、いかにも国際的なイベントらしい華やいだ雰囲気を盛り上げております。さて、日本テレビをキーステーションに海外54カ国国内32の民間放送を結んでお送りいたします。第3回トヨタカップ世界一クラブ決定戦、今日のレフリーはモスクワオリンピックスペインのワールドカップで主審を務めましたコスタリカのルイス・シレスさん40歳。そしてラインズマンはやはりスペインワールドカップで笛を吹きましたアジア屈指の名審判キャン・タムスンさん、それに先月アジア大会の決勝で主審を務めた日本の佐野俊一さんと審判団も大会にふさわしい素晴らしい構成になっております。さて、今コイントスが行われまして両チームのエンドが決まりました。ワインレッドとそしてライトブルーのユニフォーム、イングランドのアストンビラが右から左に攻めます。そして一方の黄色と黒の縦じまのユニフォーム、ペニャロール、ウルグアイ、このチームが左から右に攻めます。これがアストンビラのセンターフォワード1メーター88センチの長身ピーター・ウィズ、そしてこの人が若干21歳、将来のイングランドを背負って立つ男と言われております、8番のゲイリー・ショーです。左側にエンドを取りました黄色と黒のユニフォーム、俗にイエロー&ブラックという名前で呼ばれておりますが、この人がセンターフォワードのモレナです。
そしてジャイール、この人はゲームメーカー。特に今ご紹介した4人の選手にご注目ください。まもなく試合はキックオフでございます。1960年に始まりましたこの世界一クラブ決定戦、1980年の大会から会場を東京に移しまして今年で3回目を迎えております。これがペニャロールのキャプテンの2番のオリベイラ、長身で1メートル84センチあります。さあレフリーのシレスさんの笛がこれから鳴ります。今キックオフ、第3回トヨタカップキックオフ。早くも突っかけたピーター・ウィズ、深いところです、折り返す、パスにはなりません。冷静なオリベイラですが、早くもコーナーキックを得ました。アストンビラ、松本さん、はい、なかなか早いタイミングでまずアストンビラがかけていきましたね。そうですね、まあ、立ち上がり相手をですね全く両チームとも知らないんで、その辺のところでですねどんな立ち上がりをするかということが一つの興味がありますね。さあコーナーキック、ゴール前ヘディングクリア、冷静に処理しました。しかしこのボールをカット、6番のキャプテンモーティマー、11番のトニー・モーリー、タッチライン沿いです。前半の立ち上がり15分はまずゆっくり相手の出方を見たいと言っておりましたペニャロールのキャプテンオリベイラ。2番ボールはタッチラインを割りましてスローインです。この人が3番左のウイングのウィリアムズ、そして10番ペニャロールのジャイール、この人だけがペニャロールではブラジル人、1年契約で入りました助っ人であります。このジャイールボールを持ちましたノーホイッスル、ゴールキーパーボールを取りましたリミー・リマー、35歳のベテランキーパーです。そしてボールを持っているのが 4番のエバンス、前方に長いボールを出しました。お互いにまだじっくりと相手の出方を伺うという感じであります。11番のトニー・モーリー、そしてウィリアムズ、バックスがここまで上がってきております。オーバーラップ、ゲイリー・ショー、ここでホイッスル。さあいいところで早くもフリーキックを得ました、イングランドのアストンビラ。さあここでボールを蹴るのはおそらく10番のフリーキックのスペシャリストと言われているコーアンズではないでしょうかね。キャプテンのモーティマーがおりますが、おそらくこのコーアンズでしょう。ボールを蹴るヘディング、タイミング合わない、ちょっとタイミング合いませんでした。センターフォワードのピーター・ウィズ、もう一度やり直しか、もう一度やり直しですね。そうですね、レフリーがですね、止めてこの壁をですねちょっと下げとる間に蹴ってしまったんですね、はい、今ちょっとボールを出しましたキャプテン、そしてコーアンズのシュート、ポストに当たる、クロスバーに当たりました、素晴らしいシュート、しかし惜しくもゴールになりません。さすがに本場のプロ、ヨーロッパチャンピオン、強い、しかしシュートでした。そうですね、やはり隙があったらとにかくゴールですよ、世界のサッカーというのはとにかく。そうですね、バーに当たりましたね。わずか1メーター73センチ、58キロという痩せておりますコーアンズのシュート、素晴らしいシュートでした。さあボールはタッチライン向こう側であります、蹴り出しましたアラン・エヴァンス。それにしても立ち上がりからなかなか激しいゲームになっていますが、はい、このゲームの見どころ、松本さんいかがでしょうね。そうですね、やはりアストンビラもですねバイエルン・ミュンヘン破ってきた、その上にはルンメニゲというスーパースターがいた、それからもう一つですねこのペニャロールですね、やはりフラメンゴ、ジーコというスーパースターがいた、このスーパースターをですね中心にしたサッカーじゃなくてですねチーム11人である速いサッカーというものをですねこの両チームとも持っておりますね、はい、これが見どころだと思います。モレナのシュート左に外れました。やはり両チームの
サッカーの特色は随分違いますか、はい、いや、あのね、現在の世界のサッカーはですね、南米大陸であろうがヨーロッパの大陸であろうがこれは同じです。その同じものは何かと言いましたら、ボールを取った瞬間に相手のゴールに早く攻めるというのは両大国とも一緒ですね、はい、ただそこの中でですね、技術がちょっと違うと、この違いだけなんですね。やはりあの南米のペニャロールの方が技術は上と見ていいですかね。そのようですね。ゴール前です。ピーターウィゲリショー、どうだ、ボールセンタリング、センタリング、それをかろうじてクリア、4番のディオモかろうじてクリア、しかしその前にホイッスルです。ゲイリーショー、ディオゴのヘディングクリアですが、結局はゴールキックと変わっております。前半の5分を経過しました。早くも前半の5分を経過しております。ヨーロッパサウスアメリカンカップ第3回のトヨタカップであります。イングランドのアストンビラ、そして縦島のユニフォーム、これがウルグアイのペニャロールです。6番のモラレス。さて、それではここで両チームのスターティングイレブンを簡単にご紹介しておきましょう。まずイングランドのアストンビラです。ゴールキーパーが1番のジミー・リマ、元イングランド代表のベテランで35歳です。2番がディフェンダーマーク・ジョーン、4番がアラン・エヴァンス、そして5番がケン・マクノート。左側のウィング、ディフェンダーが3番のおっとゴール前シュート、どうだ、左に外れた。11番のトニー・モーリー、24歳27歳のトニー・モーリー、イングランド随一の左ウィンガーと言われております。このモーリーのシュートです。積極果敢に攻めます。アストンビラのミッドフィールダーが6番キャプテンのデニス・モーティマー、そして7番がデス・ブレムナー、10番がゴードン・コーアン、そしてフォワードが8番ゲイリー・ショー、センターフォワード9番ピーター・ウィズ長身です。そして左のウィンが今シュートを打ちましたトニー・モーリー。非常に展開が早い両チームのゲームであります。やはりあの何といっても両チームの持ち味はスピードでしょうね。そうですね。それからね、あのチームとしましたらね、イングランドのアストンビラの方が攻撃的なサッカーですね、はい、それから往々にして南米は攻撃的なサッカーと思われるんですけども、ペニャロールは守備的なサッカーですね、はい、さあペニャロール左側をシルバが走る、シルバが走る、足を引っ掛けた、ホイッスル。右のバックのマーク・ジョーンズでしょう。激しいですね、この辺ね、激しいタックルです。素晴らしい、しかしシルバのドリブル。11番のシルバ、1メートル67センチですが、素晴らしいスピードがあります。俊足ウィンガー。さあフリーキック、ジャイール、低いボールを入れた。もう一度このゲームの立ち上がりを見てもいかに気合が入っているか分かります。トニー・モーリー俊足です。トニー・モーリー低いボールを入れます。キーパーにかろうじて返しました。10番のコーアンズ突っかけます。スピードがあります。4番のエヴァンスと9番のモレナ、ヘディング争い。スローインをするのはこれから9番のセンターフォワードモレナ。この人は昨年までスペインに行っておりましたが、ウルグアイが実に100万ドル、2億5000万円で買い戻しました。現在のウルグアイのスーパースター、そのモレナが倒れ込みました。このペニャロールは何といっても30歳のベテランのセンターフォワードのこのモレナですね、はい、それから2番のディフェンダーのキャプテンのオリベイラ、はい、この2人がチームの中心ですね。そうですね、やはりあのセンターラインは非常に強いですね、はい。それにしても今回のアストンビラの気合の入り方がゲームでよく表れているんです。ブレムナー、ブレムナー向こう側、7番のブレムナー、そしてセンタリング、ピーター・ウィズニア、どうだ、どうだ、ノーホイッスルか。
ホイッスルであります。裁定は今ね、はい、右からのセンターリングに対してね、競るところでですね、ペニャロールの選手がね、相手の体を押さえちゃったんですね、それでね、ここですね、それをね、今ペナルティの外へ出して、はい、フリーキックという場面ですね。あわや PK かと思いましたが、ペナルティエリアの外、さあ誰がボールを蹴るか。トニー・モーリーがおりまして、ボールのところにしっかりとついておりますのはキャプテンのデニス・モーティマー。10分を経過しております。前半誰が蹴るか、モーリーかコーアンズか。コーアンズ、なんとしても先制点が欲しいイングランドのアストンビラです。7番のデス・ブレムナー、東側にボールを出しました。センターフォワードのピーター・ウィズ、今のシーンをヘリコプターの画面でご覧いただいております。さあ今度はペニャロールの逆襲ですが、キーパーにセーフティーバック、ゴールキーパーがジミー・リマ。この人です、35歳のベテラン、アーセナルから移りまして今年で5年目。10番のコーアンズから左側へ、キャプテンのオリベイラ、ヘディングでパスをいたしました。これがディオゴです、4番ディオゴ。スローインはアストンビラ、ピーター・ウィリエ、そしてゲイリー・ショー、これはタイミング合いませんでした。さてそれではここで今度はウルグアイのペニャロールのスターティングイレブンを簡単にご紹介しておきましょう。ゴールキーパーが1番のグスタボ・フェルナンデス、ディフェンダーが右に4番のビクトル・ディオゴ、センターバックが2人で2番のワルテル・オリベイラ、キャプテンです。そして3番のネルソン・グチエレス、左側が6番のホアン・モラレス、ミッドフィールダーが5番のミゲール・ボッシオ、79年のワールドユースで来日しております。そして8番がマリオ・サラレギ、10番がゲームメーカーのジャイール、そしてフォワードが右に俊足の7番モラ、ラモスです。さあ返す、結局ゴールラインを割っております。フォワードが7番のベナンシオ・ラモス、23歳、ドリブルのうまさはワールドクラスと言われております。そしてセンターフォワードが南米でジーコと並ぶスターであります。通算619ゴール。ウルグアイの子供の最大のアイドル、9番のフェルナンド・モレナ、30歳。そして左側がワルキル・シルバです。どうですか、立ち上がりを見て、ややアストンビラの方が攻勢に転じ優勢に試合を進めているような気がするんですが、その通りですね。やはりあのアストンビラの良さ、とにかく小さなパスから長いパスが出ていく、そのリズムの疲れ方が非常に立ち上がりから出てますね、はい、ただペニャロールとしましたらね、ゾーンディフェンスなんですね、中盤と最終ラインが。ですからね、その相手を捕まないうちにボールが出てきちゃってると、それで今ちょっと、はい、攻め込まれてるなという感じがいたします。ゴール前にボールを出しました。もう一度クリアしました。しかしこのボールはアウトではありません。もう一度ゴール前、さあモレナにタイミングが合うかどうか、ヘディングの応酬です。エヴァンス、そしてモレナ、シュートのチャンスだ、シュートのチャンス、あっとキーパーセービング、キーパーセービング、コーナーキック、キーパージミー・リマーの攻守、このこういうタイミングを逃しませんね。逃しませんね、絶対に。しかしキーパーもよく止めましたね。キーパーのファインプレー。さあ1本目のコーナーキックです。打つのはラモス、長いボールを出しました。逆サイド、これをクリアしますがパラレギ、ピンチを逃れましたアストンビラです。ゴール前に長いボールを出して、これはジミー・リマーを抑えました。さて両チームの
試合前の表情あるいはベンチの表情はどうでしょうか。まずアストンビラサイドの芦田アナウンサーに聞いてみます。芦田さんどうですか。はい、アストンビラはですね、選手の行動スケジュールを日本にやってきてから非常にきめ細かく作って、自由時間などもほとんど許されなかったんですけれどもね、トニー・バート監督のその必勝の意気込みというんでしょうか、これがこう選手たちにプラスになって今日につながったという感じで、非常に試合前の選手はリラックスしていましたね。それで控え室のドアもねオープンされておりましてね、自由に報道陣が覗けるんですよね。でミーティングも取り立てでありませんでした。さあゲーリー・ショーから右にボールを振りました。ピーター・ウィン、レス・ブレムナー、このボールをカットされました。そして今度は逆襲であります。ベンチの表情は芦田アナウンサーに伝えてもらいましたが、9番のモレナがボールを持っております。非常にうまいボールタッチ。さて一方のペニャロールの方はどうですか。立ち上がりの、まあ、雰囲気そういったところも含めて今井アナウンサーに伝えてもらいましょう。はい、ペニャロールベンチはね、先ほどの際どいシュートがありました。その時に全員立ち上がりまして、それまでは全く声がなかったんですが、ようやく盛り上がってまいりました。で今朝はですね、食事の方はトーストコーヒーミルクと全くもう普通のホテルで出す食事を食べてまいりまして、去年のフラメンゴはですね、特にホテルに豆の煮込みを注文したそうですが、今年のペニャロールはそういう注文は特になかったそうです。で食事の後にアイスクリームを必ず出してくれと、その程度の注文だけで、もうほとんど普通のホテルで出す食事と同じものを食べているということです。で来るのがですね、試合のキックオフの1時間前だったんですね。で、キックオフの30分前くらいからようやくウォーミングアップを始めたと、まあ、私どもの目から見ますと随分のんびりしてるなという感じを受けました。はい、まあ、国内のね、非常にレベルの高いゲームを随分たくさんやってますから、別にこういうゲームをですね、選手が緊張するということでもないんですね。なるほどね。まあ今日はほぼ6万以上のお客さんがびっしりとこの国立競技場入っておりますが、まあ、8万10万というお客の前でいつもやってるわけですからね、はい、そうですね。サッカーのクラブ世界一決定戦第3回のトヨタカップ、この放送は日本テレビをキーステーションに32国の民間放送を通じて全国の皆様にご覧いただいております。今ロングシュートがありましたが左に外れました。10番のジャイールです。ご覧ください。遠目からでもやはりジャイールはシュート力というか実力がありますから思い切って打ってきますね。そうですね。それとね、今もちょっと出ましたけれどもね、向かい点のボールでボールが落ちるようなキックをするんですよ。だから遠目から蹴ってもですね、ゴールの前に行ったらそのボールがクッと落ちる。あ、落ちる。ええ、そんなことを狙ってますね。さあペニャロール陣内にボールが入りました。10番のコーアン、そしてキャプテンのモーツマン。キャプテンのモーツマンが日本に来た時にちょっと左足のふくらはぎを痛めて心配だという声があったんですが、はい、今日はほとんどそういう感じありませんね。全くないですね。両チームベストコンディションと言ってもいいでしょうね。今の立ち上がり見れたらもう完全なですね、はい、一番いい状態でやってますね、ゲームを。今日の東京地方の気温が11時現在で 14.5 度、平年より4度も高い気温であります。まあ、昨日ちょっと雨という予報もありましてね、はい、非常に心配して不安だったんですがね、はい、しかし幸いにして雨を降らず、まあ曇りとではありますけれども、コンディションとしてはまずベストでしょうね。決して悪いコンディションじゃないですね。私が一番心配したのは風だったですよ、はい、昨日非常に強い風が吹いてましたんでね、サッカーのゲーム一番やりにくいのは風なんですね。ですから心配したんですけども、風も止んで、はい、ベストの状態でゲームが運ばれてますね。現在は北の風4メートル。まずまずこのトヨタカップ世界クラブ1決定戦にはもってこいの気候であります。気温が 14.5 度。試合は前半の19分になろうというところであります。15分を過ぎましたので、もう両チームお互いのその動き、戦法、こういったものはほとんど分かっている状態でしょうね。はい、分かりましたね。さあフリーキックはアストンビラ、2番のウォーターズ、
長いボール、ロビングをゴール前に上げた。キーパーウィズヤ、そしてゲイリー・ショーだ。キーパーを抑えました。この人が金髪21歳のゲイリー・ショー。もう一度今の場面、長いボールを入れました。今年のこのアストンビラで今一番得点を入れているゲイリー・ショーですね、はい。まあ、あの昨年度のヨーロッパの最優秀し、新人賞ですね、はい、これを取っておりますから、なんといってもそのスピードとですねゴール前の動き、これがやはりあの見るべきところがありますね、はい。11番のトニー・モーリーボールを持ちました。そして後半でこの人が頭脳であります、アストンビラの頭脳。そして長身のピーター・ウィズ、向こう側のジャイールから、これはパスになりません。5番のケン・マクノート、モラレスがヘディングでパスをいたしました。サラレギ、キーパーに戻します。どうもやっぱり今一つパスのタイミングが合ってないようなペニャロールですね。そうですね、それはねやはりアストンビラのねマークがね厳しいんですよ。ですから南米で行われているサッカーとは守備の面でちょっと感覚的に違ってますね。はい、ラモス、そして前方にボールを出しましたがオーバーラップをしたディオゴ、タイミング合いませんでした。しかし先ほどから見ておりますとディオゴあるいは左側のモラレス、この辺りがペニャロールは非常に積極的にオーバーラップしてきますね。そうですね、やはり現在のサッカーで両バックスの仕事というのは単に守備をするだけでなくてですね、そのチームの攻撃力の厚みを加えると点で非常に大切なポジションになってますね、はい。ゴールキーパーのジミー・リマー、アストンビラ。1874年にクラブ創立でありますから実に、クラブの歴史が108年というアストンビラ。世界で最初にサッカーのリーグが始まりましたのはイングランドの12チーム、その創立メンバーの一つでありますアストンビラ。さあそのアストンビラの攻め、キーパーのフェルナンデスを抑えました。1m87cm の長身フェルナンデス。このアストンビラの方にはイングランドの代表選手が3人、スコットランドの代表選手が2人、スペインのワールドカップに出た選手が2人入っております。一方のペニャロールの方は実にウルグアイの代表が7人、ブラジルの代表が1人、共に両チームとも平均身長が 1m78 というんですから大型チームですね。大型ですね、まあ、大型でもねスピードがあるからやはりサッカーのゲームの中でですね、はい、非常に脅威になりますね。さあセンタリングです、向こう側ピーター・ウィズ、どうかゴールキックか、コーナーキックか、コーナーキックです。シレスさんの判定はコーナーキック。前半2本目アストンビラ、今度は右からです。22分を経過、前半22分を経過してアストンビラの攻め、右からのコーナーキック。ゴール前には長身のアラン・エヴァンス、ディフェンダーのエヴァンス、4番も上がっております。エヴァンスが動く、ゴール前、そしてピーター・ウィズか、エヴァンスか、キーパーを抑えた。フェルナンデスも長身、この両チームの一番の長身がアストンビラのセンターフォワードピーター・ウィズ。そのウィズが今入っていきます。手前が 1m83cm のアラン・エヴァンス4番、キーパーが 1m87、それにしても大型プレーヤーであります。このゴールキーパーのフェルナンですね、はい、今南米では一番いいキーパーだと言われてますね。ですから今の高いボールなんかでも実に確実にキャッチする、あれだけバックスは楽ですよね。そうでしょうね。一方の黄色と黒のユニフォーム、縦じまのユニフォーム、イエロー&ブラックという愛称で呼ばれておりますペニャロールは実に1891年に創立されておりまして、今年が91年目、そういう意味では共に古い歴史と伝統があります名門の両チームであります。今日の対決、第3回のトヨタカップ、
実はこのペニャロールというチームはイギリスの人たちがウルグアイに鉄道を敷きに行って、ウルグアイ中央鉄道クリケットクラブとして始めたそうなんですね、はい、そうですね、共にですから、まあ、母体はイギリスというような感じなんですかね、やはりね英国の方がね、そういういろんなところへ行ってサッカーをまず植え付けたという、はい、世界の中では随分そういうところが多いですね。さて今日4本目のフリーキックアストンビラです。キャプテンのデニス・モーティマフォーアンドがちょんとボールを出しました。キーパーの正面に行ってしまいました。その鉄道の、最初に使われた機関車がスティーブンソンの発明したロケット号という機関車で、はい、その機関車の色が黄色と黒だったのでそれがチームカラーになったというのはペニャロールだそうですがね。そうですね、そういうことを団長なんかも話しておりましたですね。高尾さん、はい、アストンビラのサポーターの席なんですが、こちらバックスタンドにあります。70人近くのほとんど中年男性なんですけれども、わざわざイングランドから応援に駆けつけましてね。あ、そうですか、はい、ブルーとエンジのチームフラッグを持ってます、ただ今のところまだ得点が入っておりませんのでこの旗が大きく振られることはなくて、まさに英国紳士らしい応援風景なんですが、チームの応援歌がですね12もありまして、今日はそれに加えてジングルベルとかそれから聖者が街にやってきたとクリスマスらしい応援歌も含まれております。これでまたゴール前にしますとね、表情がぐっと厳しくなりますんで、応援団の方ももし点が入ったらどういう風な喜び方をするのか、この辺も楽しみです。はい、白岩アナウンサーに伝えてもらいました。さあゴール前です。さらにフォローがありませんでした。ペニャロール4番のスコットランド代表スペインワールドカップに出ましたアラン・エバンス、ちょっとミスキックです。スローインはペニャロール4番のディオゴ、どこへボールを回すか。デス・ブレムナーからちょっとミスキックがありました。ゴール前です。ジミー・リマーを変えます。ここでフリーキックです。その前にホイッスル。ペニャロールにフリーキック。さあ、いい位置でフリーキックを得ました。まあ、当然ジャイルでしょうね。そうでしょうね。ジャイルはまあ、いわば南米カップの準決勝に当たるフラメンゴ戦でフリーキックを見事に入れてますからね。この10番ですね、はい、さあ正確無比のコントロールがあります。ジャイールがダイレクトで狙った。おっとどうだ、入るか、入った、入った、入った、ゴールイン、ゴールイン、やりました、ジャイール、やりました、ジャイール。そしてモレナ、ご覧ください、この喜びを。27分、ペニャロール先制点、やっぱりね、均衡が敗れました。このブラジルの選手のね、キックっていうのは本当にすごい。このフリーキック、ポストギリギリ、これをハンブルしたんですかね。いやね、ボールがね、曲がってなおかつ落ちてるんですよ。ここでもう一度ですね、落ちてますよね、ガーッと。はい、この変化、この変化なんです。はい、リミーバーが対応できなかった。これはね、ヨーロッパの選手にはこういうキックができないんですね。だからキーパーが防ぎようがなかったという、予測ができなかった。それだけ素晴らしいキックだったですね、今のは。前半の27分、もうモレナがゴール前に入っていった時にはもうボールが入ってましたから、このシュートはジャイールのシュートと言ってもいいかもしれませんね。そうですね。いやー、恐れ入りましたね、こういうキックは。呆然とした表情のジミー・リマーです。さあ得点は1対0、これから今度はアストンビラのフリーキックです。アストンビラもなんとかここをものにしたいですね。さすがに、しかしそれにしてもブラジルからただ一人入っている助っ人のジャイール、素晴らしいですね。もうワールドカップなんかでもね、ゴール前のフリーキック、ブラジルのチームにはもう必ずこういう選手がいますね、はい、さあフリーキックです。ヘディングでクリアしました。向こう側にボールが出まして、今度はペニャロールのスローインです。この人が5番のケン・マクノート、スコットランド出身で、この人のお父さんはやはりプロサッカーの選手で、スコットランドの代表プレーヤーでありました。それがおそらくイングランドからやってきた
サポーターでしょう。ロンドンの地下およそ車で1時間少々のところにありますイギリス第一の工業都市バーミンガム。さあ今度はペニャロールの攻撃、ゴール前どうだ、ヘディングクリア、危なかった危なかった、アストンビラ、モレナ打った、振り向き球のボレーシュート、見せます。これがねやはりスーパースターの仕事なんですよ。ゴールへ背中を向けてなおかつシュートができますね。いや今のは素晴らしいシュートでした。後ろに目があるようですね。やはり点数を取る選手というのはこういうところがねフリーだともう必ずゴールへシュートがいきますね。さすがに2億5000万円100万ドルで移籍したプレイヤーでありますセンターフォワードモレナ、素晴らしいシュートでありました。しかし惜しくもキーパー正面。しかし前半も20分を過ぎた頃から、はい、守りから徐々に攻めに転じてきたこのペニャロールがやはり本当にこう作戦通りにじわ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 とゴール前に行くと、そういう感じでこう本当に作戦通りに言葉を運んでるなという感じですね。そうですね、やはりねゲーム運びがうまいですよ。ですから立ち上がり15分相手の出方を見てる、しかしその時には攻められてるかもしれないけれどもですねじっくり相手を見てしまう。ああうまいヒールキック、そしてこれがパスになりました。さあシュートのチャンス、ペナルティーエリアの中に入った、思い切ってシュートを打った11番のシルバ、依然としてチャンスボールですがキーパーを抑えました。これもモレナからのチャンスボール。今日は好調ですセンターフォワードモレナ、そして10番のジャイール。さあ今度はゲイリー・ショーだ、ゲイリー・ショーが思い切って打つ、右側に外れました。これはあれですね、アストンビラの一つのパターンですね、はい、ウィズに当てといて落とす、落としたものをですねショーが拾ってシュートという、これはもう一番アストンビラの得意の形ですね。この典型的なパターンが生きないとアストンビラとしてはちょっと苦しい、そうですね、ということですね逆に言えば、はい、ゴールキックと変わりました。ペニャロール蹴ったのは20歳のグチエレスです。さあアストンビラのデスブレムネアからゴール前にボールを入れますがキーパーを抑えました。後半だ、前半の早くも31分32分を経過するところであります。11番のトニー・モーリー、イングランド1の左ウィング、俊足で1メーター74センチ、スペインワールドカップの代表プレーヤーでありました。惜しくも大会前に怪我をして参加できませんでした11番トニー・モーリー。スローインはペニャロール、9番のモレナ、どこへボールを出すか、リターン、こういうプレー一つ一つを見ているだけでも本当に楽しめます。今度は逆襲、7番のデス・ブレムナ、向こうが2番のマーク・ジョーンズ、タッチを割りました。この人がキャプテンのオリベイラ、1メーター84センチの長身であります30歳。このオリベイラ選手にあなたはいつ頃からサッカー始めたんですかと聞きましたらね、いやもう生まれた時からですよ、そう簡単に答え返ってきましてね、もうウルグアイではとにかく男の子が生まれたらサッカーボールと、ユニフォームを一式プレゼントするのは常識だと、こういうことを言ってましたけどね。そうですね、やはりね人口300万の国でね世界選手権を2度制しとる、はい、その辺もやはりサッカー国ウルグアイならではのですね僕は姿だと思いますね。そうですね、しかも4年に1度のワールドカップで過去2回優勝ですからね、はい、そうなんですよ、ウルグアイのサッカーのレベルの高さが分かります。まあ、現在の南米ではやはりブラジル、はい、アルゼンチン、このウルグアイ、この3つが南米三強でしょうね。そうですね、それにヨーロッパの西ドイツ、イタリア、イングランドという過去のワールドカップの優勝チームですね、はい、優勝国、これがやはり、中心となって世界のサッカーをですねどん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 発展させているわけですね、はい。まあ、しかしイングランドはヨーロッパチャンピオンに過去6年連続なっているんですが、はい、2回3回は大会にこの大会には参加しておりませんので、80年のトヨタカップから、イングランドのチームがこの世界選手権に出るようになってきたわけですけども、ね、はい、とにかく勝てない。そうですね、第1回大会、ウルグアイのナショナルモンテビデオに敗れ、ノッティンガムフォレストですね、
そして第2回がリバプール、これまた敗れると、はい、フラメンゴに3対0、はい、この勝てないというのはどういうことなんですかね。あのね、一つはね、やはり南米のチームがね、非常にあのうまいゲーム運びをしますね、最初のノッティンガムフォレストでもですね、ゲームはノッティンガムフォレストの方が良かった、だけども結果で負けたと。それから第2回目のですね、フラメンゴの時もそうだったですね、ゲームの内容は良かったけれども、今日もやはりゲームの運び方は非常にいいんですけれども、その決めるところをですね、はい、決められちゃってるという感じ、そんなところがね、随分あの見受けられますね。ただまあ向こうの監督さんが言うのには時差の問題があるんだというようなことをですね、はい、この前の記者会見のところで言ってましたけれども、私はそんな問題よりもやはり試合運びのですね、うまさが、勝敗を決していると、そんな感じがいたしますね。まあ、あの時差とかあるいは距離の問題でいきますとね、イングランドは1万3000キロですからね、東京から。一方のあのウルグアイの方はなんと1万7000キロですからね。そうなんですよね。しかもあの飛行機に乗れば30時間、はい、まあ、大変な遠くから来てるわけで、まあ、あのイングランドの方としては時差の問題を理由には挙げられませんね。そうですね。さて8番のサラリギ、そして10番のコーアングが映りました。フリーキックはペニャロール。放送席の高尾さん、はい、やはりね、アストンビラのベンチも熱くなってるんですね。トニー・バートン監督が最初着ておりました長いコートを脱ぎましてね、今はスーツ姿で盛んに選手に指示を出してますね。ああそうですか。47歳のトニー・バートン監督です。このアストンビラはちょうど1800年代の終わりから1900年代の初めにかけて、黄金時代を迎えました。ちょうど1900年といいますと、日本の坊ちゃんを描いた夏目漱石が留学をしてくる頃に黄金時代だったわけですね、はい。まあ、その後ちょっとパッとしませんで、昨年実に71年ぶりにイングランドのリーグを制して、はい、その勢いに乗ってヨーロッパカップを制した、そして今日このゲームをやってるわけですが、まあ、本当に久しぶりにいいチームが作れたということなんでしょうね、はい。そうですね。あの球団の経営内容が非常にいいチームですよね、はい。あのサポーターもしっかりしてますし、とにかくあのイングランドでもですね、まあ、日本のファンの方にはですね、リバプールとかそれからアーセナルというようなチームがよく名が知れてますけれども、しかしこのねアストンビラはね伝統のあるチームですね。さあコーナーキックです。コーアンズが蹴りました。ゴール前、長身選手のケン・マクノート、あるいはエバンスといったところが前方に出ておりますが、さあ今度は逆襲です。逆襲、逆襲、ペニャロールの逆襲。11番のシルバー、俊足のシルバー、突破力があります。あっと、置いていかれた、置いていかれた、置いていかれた、かろうじてこれをクリア、かろうじてクリア、コーナーキック。この人がシルバー、1m67、チーム1の俊足ウインガー。とにかくね、この一人でもねゴールのコースが空いてったら、とにかくそこでどん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 突進する、こういうねサッカーのゴールを取るためにはもう全てのことをするという、それがやはり世界のサッカーですね。さてコントロールのいい7番のラモスがこのボールを蹴ります。コーナーキック、長いボールです。さっきも長いボールを入れました。もう一度、今度は逆サイドです。7番のラモスが向こう側に行きます。この人も1m69cm ですが、この人のトリッキーなドリブルはワールドクラスと言われておりますね。その通りですね。さあどんなボールを蹴りますか。7番のラモス、23歳、ヘディングでクリアしたのは4番のエヴァンス。しかしこのボールは大きなクリアではありませんで、しかしホイッスル、チャージがありました。結局フリーキックと変わっております。そのシーン、すごいジャンプ力ですね。しかし、とにかくね相手より早く飛び上がってですね、空中に相手より長くいるという、そういうジャンプの仕方ですね。前半の38分を経過して、ペニャロールが1対0でリード。10番ジャイールのフリーキック、キーパーがそれを取りきれませんで、跳ね返ったところそのままゴールイン、1対0。前半の27分にペニャロールが先制点を取りまして、一方のアストンビラ
まだ得点がありません。ゴール前のいいところまで再三攻め込みながら決め手にかけております、アストンビラ。アラン・エバンスです。こうして見るとやはり、はい、両チームのディフェンスですね、先ほどの得点は、まあ、ディフェンスの力の問題ではありませんから、実質的にはもう0対0の、はい、お互いのディフェンスの力ですね、えー、さあ11番のトニーモーリーです。ボールを持って入る、どうだ、カーブでボールを入れたがちょっとアウト。一番目につきますのはね、非常に接触プレーが強いということですね、ディフェンダーが。ですから体を寄せて相手に仕事をさせない、これがねやはり両チームのディフェンダーに特に目立つことですね。まあ、昨年のリバプール、その前のノッティンガムフォレスト、まあ、イングランドのチームがヨーロッパチャンピオンになったわけですが、そのやはり南米の選手チームに比べてですね、はい、さあどうしても勝つぞという気迫にはちょっと欠けたような気がするんですね、ヨーロッパの方が。あ、ちょっとね、やはりリーグの関係があるんですね、この リバプールじゃなくて、それかそのアストンビラもですね、今リーグ中なんですよね。ですからちょうどこの週末に行われる間に来て、やってますのでね、この辺でちょっと、まあ、これがですね、全てという感じはしてないんですね。一方の南米の方はフラメンゴもそうでしたし、はい、このチームもそうですし、とにかくこれ一本に絞ってくるんですね、はい、とにかく全国民がそのバックアップして応援をしているって感じですからね、はい、ですから多分このペニャロールでもね、ここでクラブチャンピオンになったら大統領が飛行場に迎えに来るなんてことも考えられますね。そうでしょうね、まあ、そういえば今日のゲームでアストンビラの方のエバンス選手に聞きましたらね、まあ、特にこの試合に勝ったからといってそのボーナスは出ないよと言っていたんですが、はい、一方のペニャロールの方は、選手1人当たりに8000ドル200万円の賞金をかけているというんですね、はい、さあゴール前です、ピーターウイズのシュート、ヘディングシュート、キーパーを抑えました。出ましたね、今ようやく空中戦で相手に勝ってシュートに結びつきましたね。そのシーンです、エイリー・ショー、ピーターウイズの初シュートですよ、ね、これが相手より早く飛び上がる、それでなおかつですね空中に相手より長くいるという彼の一番いいプレーが出ましたね。さあドリブルの前ラモス、そして11番のシルバ、まあ、両ウイングとも右サイドに寄っております。キーパーにセーフティーバック、まあ、ヨーロッパの場合はスポーツがいろいろありますので、まあ、サッカー人気は非常に高いわけですが、まあ、できるだけ公平に扱おうというその新聞なんかの、ね、扱いもそうですが、南米はそうじゃありませんからね、もうサッカーも全面サッカー、とにかく、まあ、サッカーサッカーで、このトヨタカップ世界一クラブ決定戦も南米での方がはるかによく知られておりますね。そうですね、ただね、ヨーロッパでもねサッカー専門の新聞がありますからね、はい、だからそういう意味では一般紙はごく当たり前なんですけども、サッカーの何せ専門の新聞がありますんでね、それはすごいですよ。前半の43分を経過しております。前半もほとんど時間がなくなっております。得点は1対0ペニャロールリード。前半の27分、ジャイリのフリーキックから上げまして1点、得点は1対0です。イングランドのヨーロッパチャンピオンアストンビラ、まだ得点がありません。前半はあるいはこのまま1対0でペニャロールリードで終了か。スローインは右のバックのディオゴ、ロングスローです。この人のロングスローアーぶりは定評があります。この人が8番のサラレミ、ミッドフィールダー、そして10番のジャイール、指示を与えております。ジャイール、ゴール前にはセンターフォワードのモレナ、ラモスへパスをしました。さあディオゴがチャンスボールです。チャンスボール、ダイレクトで打った、キーパーを抑える。
思い切っていきます。4番のディオゴ、今でもカーブがかかってましたですね。意表をついたシュートであります。4番のディオゴダイレクトで狙いました。さあ今度はアストンビラの逆襲、時間は前半ほとんどありません。アストンビラの逆襲、なんとしても同点にしておきたいところ。アストンビラ11番のトニー・モーリー、そしてコーアン8番のゲイリー・ショー、どうだシュート左足、ベンス・ブレムナー右に外れました。向こう側です。ブレムナノートラップでシュートを打ってるんですがタイミングが合いませんでしたね。ちょっと右に外れましたね。そうですね。審判のピレスさんはまだ時計を見ません。前半の手元の時計では45分を経過しております。今時計を見ました。得点は1対0。南米のチャンピオンウルグアイのペニャロールリード。さあどうだシュートのチャンス、おっとノーホイッスル、ノーホイッスル、ラモスノーホイッスル、ここでホイッスルです。試合前半が終了であります。前半終了しました。得点は1対0、シルバとそしてフリーキックから得点を取りましたジャイール。これから控え室に向かうところであります。29歳、得点は1対0、ペニャロールリードです。6万人以上の観衆で埋まりまして非常に盛り上がっております第3回のトヨタカップ。それにしても松本さん、はい、今日の前半なかなかいい攻防ですね。そうですね。やはり現在世界のサッカーのですね主流を成しているスピードという問題、これが非常によく出ているゲームですね。さあこれが最初の素晴らしいチャンスで10番コーアンズの狙ったボール、惜しかったですね。いやいやアンラッキーという感じですね。はい、もしこの1点が入っていたら試合の形勢は大いに変わったであろうと思われますが、黄色と黒の旗がはためいております国立競技場、そのペニャロール10番のジャイールの先制点、前半の27分、その場面をご覧いただきましょう。ね、わずか4歩のステップでこれだけですね変化のあるボールが蹴れるんですね。これはもう本当にねブラジルの選手しかできないという今世界のキックの技術ですね。なるほどね、ブラジル人特有のキックですか、まあ、しかしそれをね今日見れたというのはこれやはり我々サッカーファンにとったらですね非常に参考になりますね。さすがにヨーロッパと南米チャンピオン同士の試合で素晴らしいゲームになっております第3回のトヨタカップでありますが、過去2回のトヨタカップも素晴らしい内容でした。ちょっとそのシーンをご覧ください。中盤でオニール、8番がポンテ、このポンテがスイスの代表選手。さあ今度は2番モレイラが上がりました。ナショナル、さあ前で入った、シュート決まった。2番のモレイラからそして鮮やかなシュート、ビクトリーノが決めております。先制点10番のジート、そして前方へ、さあつながるか、点は取りそうだ、入るか入るか、入った、入りました、ゴールイン、ゴールイン、先制点、フラメンゴの先制点。ちょっとねゴールキーパーがちょっと前出過ぎじゃないですかね。出過ぎですかね、変化球が来ますから。さあ正面、おっと危ない、危ない、キーパーもう一度、あっとハンド入った、またまたジートがチャンスをつかんだ。いいよ、10番のジーコとのコンビネーションが素晴らしいものがあります。さあオフサイドではありません、またヌネス、チャンス入った、3点目ゴールイン、ゴールイン、3点目。とにかくこの今日のゲームでなんとか雪辱を期したいイングランドのアストンビラ、一方3回目の世界制覇を狙うペニャロール、試合は間もなく後半でございますが、この放送日本テレビをキーステーションに全国民間放送32局を結んでお送りしております。世界チャンピオンの決定戦、試合は間もなく後半でございます。今
今年は人口10億人の中国も含めまして世界54カ国にこのトヨタカップ衛星中継をされておりますが、今人口1000万を超える大都会東京の風景を世界中の皆さんにご覧いただいております。さて試合は間もなく後半が始まりますが、今日の試合の最優秀選手にはトヨタ賞としてカリーナのフォードアセダンがプレゼントされることになっております。さあ今日のその最優秀選手、今のところではやはり先制点を決めたジャイールか、はい、あるいはあの素晴らしい活躍をしているモレナかというところですが、後半のゲーム展開でまた変わってくるでしょうね。はい、そうですね。得点は1対0、前半の27分、ジャイールが決めた1点、1対0でペニャロールがリードをしております。イングランド92のプロチームのプロサッカーチームの頂点に立つこのアストンビラ、そしてヨーロッパ34カ国のチャンピオンオブチャンピオンズであります。この人がセンターフォワードのピーター・ウィジ。一方の南米のペニャロール、まだグラウンドに姿を現しません。このペニャロールの方はウルグアイ26のプロチームのやはり優勝チーム、そして南米10カ国のチャンピオンであります。南米チャンピオン、そのヨーロッパのチャンピオンと南米のチャンピオンが激突をしております。得点は1対0ペニャロールリード。さあ松本さん、はい、後半はどうなりましょうかね。そうですね、やはりね、ペニャロールのリズムはね前半と同じで来ると思いますね。変わるのは私はアストンビラだと思うんです。で前半ですね、特にアストンビラがですね本来のリズムがまだ出てないんですね。でアストンビラのリズムというのはボールが早く動くところにですね複数のプレイヤーが入ると、それから長い浮いたボールが出るとき、それからもう一つは両ウィングのですねモーリーとショーがサイドを突破したとき、そのリズムがですねアストンビラのリズムなんですね。これがもうちょっと出るチームなんですけども今日はまだ出てないと。そんなことで変わるとすればアストンビラが後半ですねこういうチームの持っとる良さというのが出てきたときにアストンビラのリズムと、そういう感じがいたしますね。まあ、私たちは本当にいながらにしてこれだけの世界的なイベントを見られるわけですが、昨日あのレセプションでですね、はい、アジアサッカー連盟のハムザ会長が我々もそのアジアとアフリカのクラブチャンピオンを決める大会をぜひ実現したいと抱負を語りましてね、はい、いいことですね。特にあの今回のワールドカップでですねアフリカの躍進というのは目覚ましいものがありましたですね。ですから今世界の中ではやはりアジアが一番レベルとしたらですね低いかもしれない。そんな意味でねやはり新興国のアフリカとですねそのような大会ができるというのは非常にアジアのサッカー、強いては日本のサッカーにプラスになりますね。さあ後半が始まりました。後半の45分、得点は1対0ペニャロールリードで始まりました。エンドが変わりまして、今度は右から左に攻めるのがペニャロール、左から右に攻めるのがアストンビラです。9番のピーター・ウィズ、手前がデス・ブレムナー、人間機関車と言われます。あだ名がダイナモ・デス・ブレムナー、そしてさすらいの巨人ストライカーと言われております。9番のピーター・ウィズ、ピーター・ウィズは過去アメリカあるいは南アフリカといったところも含めまして4以上のクラブチームを渡り歩いております。さてフリーキック、ロングキッカー20歳のグチエレスが蹴ります。3番のグチエレス、素晴らしいキック力を持っております。まあ、イングランドのサイドとしてはとにかく後半の立ち上がりで同点にすること、これに尽きるでしょうね。もうそれしかないですね。そういった意味で、両チームのベンチ控え室の状況はどうだったでしょうか。まずリードをしておりますペニャロールの方ですが、今井さん、はいはい、ペニャロールの控え室はもうずっとドアが閉まったままで中の様子は全く分かりませんでした。で、そのハーフタイムの15分間にずっと13番のファレロ、それから16番の選手2人がですね
ずっとウォーミングアップをしておりまして、後半途中でひょっとしたらこのどちらかが変わるかもしれません。監督にいろいろ作戦面などを聞いてみたんですが、答えはありませんでした。とにかく頑張るだけということで、あまり詳しいことは教えません。以上です。なるほどね。さすがにベテラン67歳のウモ・バニューロ監督、なかなかその秘策は明かさないようですね。そうですね、やはり作戦をね、他人に言うということはこれは考えられませんですね。冷静にこのボードを処理しておりますペニャロールのディフェンダー、この人がウモ・バニューロ監督です。3度目のペニャロール復帰であります。過去1962年のチリワールドカップのウルグアイ代表チームの監督も務めました。監督の中ではベテラン中のベテランであります。さあ一方のアストンビラの方ですが、1点をリードされて、芦田さんどうでしたか？やはりね、試合前と同じように控室のドアは開け放たれたままなんですね。それで様子を見ていたんですけれども、選手たちは熱いミルクティー、あるいはスポーツドリンクで喉を潤し、そして胃を温めまして、まず、休養を取ることに努めました。でそんな中で、監督が一人一人にこう個々に注意を与えていたわけですけれども、特にウィズに合わせるボールの出し方なんですけれども、ロングパスを一気にウィズに合わせるのではなくて、もう少し両ウィングがコーナーいっぱいを使ってえぐるような攻撃をしたらチャンスが生まれるんじゃないか、それをしきりに言っていたようですね。はい、やはりオープンから攻めていこうということなんでしょうかね。ですからウィズにね、長いボールのパスが出るということは決して良くないですね。なるほど。もっと攻め込んでからですね、ウィズにボールが出ると、これがやはりね、はい、アストンビラの一つのリズムなんですよ。8番のサラレギ、手前がキャプテンのデニス・モーティマー、ペニャロールの陣内に入りまして、スローインは7番のデス・ブレムナー、ピーター・ウィズノーホイッスル、もう一度ブレムナーです。ペニャロールのリズムで前半の後半が終始しました。さあ後半の残り45分の立ち上がり、6番のキャプテンのモーティマーからフォーアンズへ、しかしこれはパスにはなりません。このペニャロールもそしてアストンビラも非常にアウェーゲーム、はい、ホームゲームよりもアウェーゲームに強い両チームでしてね、それが結局ね、好成績につながる一つの理由なんですよね。地元では勝つとこれはもう当たり前なんですね。いかに相手の球場で勝てるかということがですね、強いチームの条件になるわけですね、はい、特にペニャロールの方は南米カップの12試合のうち6試合のアウェーゲームで5勝1敗でやります。これは驚異的ですね。もうこれは本当驚異的ですね。サッカーの場合本当にね、常識を破る勝利ですよね。常識を破る勝利ですね。一方のアストンビラの方もヨーロッパカップの国際ゲームでは2年間過去アウェーゲームで負けがありません。その辺もこのチームの強さの秘訣なんでしょうかね。勝負強いと言いますかね、それからね、やはりね、その地元であるゲームとそれからアウェーの場合のゲームと作戦が違いますね、はい、どちらか言ったらですね、アウェーの場合は守備的な作戦を取りますね、はい、それでも勝てるということ、これはやはりね、相当素晴らしい攻撃力があるということが言えるでしょうね。特にフォワード陣のスピードが非常にあるということが言えるんでしょうかね。そうですね。で変化に応じたサッカーができるということ、はい、これがやはりね、強いチームの条件になりますね。ピーターを維持、そしてゲイリー・ショー、向こう側看板のウィリアムズが上がってきました。そうゴール前、ヘディングクリア、グチエレスのヘディングクリア、この人が24歳のコーアンです。この両チームのレギュラーメンバーの中には現在20歳の選手が2人おります。おっとどうだどうだどうだ、アウトかアウトか、コーナーキック、コーナーキック、コーナーキックです。モラレスのミスパス、
ゴールラインを割りました。187cm の長身のフェルナンデス。さあコーナーキックを蹴るのは誰か。キャプテンのモーティマーです。ゴール前クリアしました。この人が2番の20歳のマーク・ジョーンズです。さあシュートのチャンスどうだ。トニー・モーリー結局ゴールキックと変わりました。11番のトニー・モーリーのシュート外れました。先ほどから見てますと、ええ、タイミングが一つ合わなかったんですね。はい、本当にシュートのタイミングというのはもうノートラップで打ってきますね。得点を、ね、できる選手というのはほとんどが、ね、ノートラップでシュートを打てる選手ですね。止めたら、ね、もうほとんど打たせてもらえません。そのくらい世界のサッカーというのはですね、そのシュートのコースを潰されてしまいますね。さあ今度はペニャロールが攻め込みます。10番のコーアン、ボールを持って前方にボールを出したキャプテンのモーティマン、届かない。もう一度コーアン、しかしこのパスになっておりません。ちょっとラフプレーが出ました。コーアン、ここでフリーキックです。さてそれでは両チームのイレブン、メンバーに交代がありませんが簡単にご紹介しておきましょう。アストンビラ、ゴールキーパーが1番のジミー・リマ、ディフェンダーが2番のマーク・ジョーンズ、4番のアラン・エヴァンス、5番のケン・マクノート、3番のゲイリー・ウィリアムズ、ミッドフィールダーが6番のキャプテンのデニス・モーティマ、7番のブレムナ、10番のコーアン、そしてフォワード8番のゲイリー・ショー、センターフォワードピーター・ウィズ、そして左が11番トニー・モーリーです。今一つ今日はゴール前の爪がありません。一方のペニャロールであります。1対0でリードしております。ゴールキーパーが1番の長身のフェルナンデス、ディフェンダーが4番のディオゴ、2番のオリベイラキャプテン、3番のグチエレスリギスさん、6番のモラレスウルグアイの代表、そしてミッドフィールダー5番のボッシオ。さあラモスがボールを持ちました。右に展開します。ジャイール、このボールはちょっと長かった、長すぎました。そして8番がマリオ・サラレギ、23歳でウルグアイの代表。10番がジャイール・ゴンサルベス。ジャイールというのは名前の方でありますが、ただ一人のブラジル人ということでウルグアイではジャイール、ジャイールと言って親しまれております。この選手です。そしてフォワードが7番のラモス、10番のセンターフォワードモレナ、11番のワルキル・シルバ、23歳俊足のウイングです。これがペニャロールのメンバー、先発メンバーと交代がありません。やはりこれだけこう拮抗しているゲームでとなかなかメンバー変えられないでしょうね。そうですね。それとね、それほどねコンディショニングの悪い選手ってのはおりませんね、はい、それから相性の悪い選手もいないということでまだメンバーが変わっておりませんね。スローインはアストンビラ、4番のアラン・エヴァンス、ディフェンダーのエヴァンスがこの辺りまで上がってきてスローインです。セントラルディフェンダー、ゴール前激しいボールの奪い合い、激しいボールの奪い合い、ここでホイッスル、結局ペニャロールボールです。そのシーン、本当にサッカーは格闘技であるとよく言われますがね、もうとにかくね体を張ってプレーをしなかったらねこの世界のサッカーっていうのはやれませんよね。ですから今なんかね一つのボールにねその3人も4人も絡んでる、本来だったらこういうのは無駄かもしれませんけれどもね、ですけどそこへね体を張っていくというプレー、これがすごいんですね、はい、特に両チームはマンツーマンのディフェンスをしているような感じではなくてゾーンのような感じですね。ゾーンということはですね要するに守り方だけであって最終的にはですね人をマークするマンツーマンに全て入ってきます、はい、ですから最終的にシュートがですね行われるような場面というのはこれは全部マンツーマンにならないといけないわけですね。そこへ体を張ってですねなんとか食い止める、これがやはりディフェンスの仕事ですね、はい、ジーコフラメンゴのジーコをですね、はい、どうやってマークしたんだと聞きましたら4人でマークしましたということを言ってましたね、これはゾーンだからということを言ってました。ははさあピーターウィズ、長身のピーターウィズ、なかなか
足技も小技が効きます。まるで正気様のような1メーター88センチ巨漢でありますピーター・ウィズ。この人はノッティンガム・フォレスト時代にもイングランドリーグで、チャンピオンチームになったことがあります。今の両チームやはりちょっとね、勝ちということにね、とらわれすぎてますね。これはまあ必要なことなんですけどもね、ボールの出た選手が頑張ってるけれども、その周囲のところがもうちょっとですね、早く動いてあげるということが必要なんですね。はい、高尾さん、はい、こちらはですね、今日54カ国に海外放送が行われているというメインスタンドの5階なんですが、はいはい、ずらりと放送席が並んでおりましてね、ペニャロールの地元ウルグアイからはテレビ局ラジオ局ともに来ているんですが、私の隣では今ウルグアイナンバーワンのサッカーアナウンサーケスマンさんがですね、顔を真っ赤にして実況中なんですよ。目の前には放送用資料は全くなくて汗を拭くタオルだけなんですが、ちょっと聞いてみてください。はい、en dirección del jugador Martín Silva. Martín Silva para atrás con Bosio. Bosio levantó la pelota para Jair. Jair perdió, recoge otra vez el número 6 Bremner. Bremner coloca con Mortimer. Mortimer para el puntero. いかがでしょうか。両手でマイクを抱え込みましてね、目は完全に血走っているんですが、ケスマンアナウンサーの実況でした。なるほどね。まあ本当にスペイン語の実況というのはすごいですね。いつもそうですね。さあ、そシルバがボールを持ってジャイルに当たりました。いや、ワールドカップの時にね、私ちょうど隣に、ね、ベッケンバーワーがおりましてね、西ドイツとフランスの試合だったんです、準決勝ですね。その時にね、アフリカの放送のですね、アナウンサーがやはり今と同じようなね、もう1メートルわけですね。それでハーフタイムになったら何をするかと思いましたら、ベッケンバーワーにね、このマイクを渡しちゃって15分間ベッケンバーワーがね、アフリカの放送をね、やったことを覚えてますけどね。あ、これがその海外向けの放送のスタッフであります。各ブースがありまして、世界54カ国に放送が送られております。そしてまた今日はロイヤルボックスには100カ国近い日本在住の大使講師も詰めかけております。案内状を出しましたらほとんど欠席がなかったということなんですがね。そうですね、サッカーはありませんね、こういうことは絶対に。最近では本当にもうサッカーは世界の言葉とすら言われております。さあ、コーアンズボールを持ちました。5番のボッシュ、このボールをクリアしました。やや膠着状態となっております。後半の14分です。ブレムナーです。高尾さん、はい、今日はですね、全日本の森監督も観戦中なんですよ。ちょっと前半の感想を伺ったんですが、立ち上がりはですね、アストンビラ優勢ということでギラが先制するのかなと思ったところがフリーキックで明暗が出て、まあ、今のところ互角ではないかと見ています。それから芝の滑りが悪いんじゃないかというふうなことを言ってますね。このドリブルワークに戸惑いが見えるということだそうです。それから注目の選手としては9番のウィーズ選手、アストンビラ、それからペニャロールの方はですね、11番のシルバ選手、はい、この人が俊足でドリブルもいいし、さあシュートのチャンス、シュートのチャンス、これをカットしました。うまいタックルです。さあフリーキック、いやスローインと変わりました。4番のエヴァンス、ここへ体をね張ってきますよね、絶対に打たせない。結局エヴァンスのロングスローはダイレクトでキャッチしました。ゲイリーショーです。6番のモラレス、体を張ってこのボールを止めました。ゲイリーショーが倒れました。本当に局面局面で素晴らしいプレーが展開されております。今日のトヨタカップ第3回トヨタカップ、サッカーのクラブチーム世界一決定戦。さあペニャロールの攻め、プレーが少しずつエキサイトしてまいりました。国立競技場、観衆は6万以上。さあワンツーでこのボールはどうか、ホイッスル、フリーキックを得ました。フリーキックを得ましたアストンビラ。ピーター・ウィズが大きな声で何か言っております。トニー・モーリー、
現在までシュートはアストンビラ後半に入って2本、ペニャロールはありません。フリーキックを得たのはアストンビラ。先ほどジャイール点を取ったのもこの辺りからのフリーキックでした。そういう意味で見どころですね。そうですね。キーパーのフェルナンデス構えます。手が鳴りました。思い切って狙ったキーパーの正面、がっちり抑えました。フェルナンデス、壁をうまく巻いたんですが、キーパーの正面でした。冷静にこのボールをキャッチ。さあ今度は逆襲です。ラモス、7番のラモス、深いところから折り返す。キーパー正面、ジミー・リバー抑えました。しかし35歳で本当にこういうイングランドのトップチームでゴールキーパーをやっている一番激しいポジションですから、ええ、大変なことですね。そうですね。練習量がやはりね相当ありますね。ですからここまで持ってるんですよ。シュート、キーパー正面、盛んにシュートが飛び交います。後半の18分、トニー・モーリー、もう抜いたらすぐシュートですね。どうでしょうか、ペニャロールよりもアストンビラの方がややゴール前が単調でしょうかね。そんなこともないですか。トニー・モーリーが走ります。トニー・モーリーが走ります。コーナーキック、単調というよりもね、ディフェンスがうまいんですよ、ペニャロールのディフェンスが。ですからこうシュートのコースっていうのが全部塞がれてる、はい、でそれでねなかなかその攻めあぐんでどういうシュートを打とうかなと、そんな感じですね。さあ長身のケン・マクノートも上がってきました。アラン・エヴァンスも上がってきました。ヘディングでクリアです。そしてブレムナー、もう一度チャンスを作れるか、もう一度チャンスを作れるか。低いボール、これはクリアしました。2番のマーク・ジョーンズ、ちょっとパスがつながりません。先ほどね全日本の森君が言ったようにね、ちょっと芝が浅いんでねボールが死なないですね、非常に回転が悪い、そんなところで今キックミスじゃなくてグラウンドがちょっと悪かったですね。なるほどね、まあイングランドの選手は本当に特に絨毯のようなね、はい、グラウンドの上でやってますから。それからまあ冬でもね芝が緑ですしね、はい、今ウルグアイはちょうど真夏でして、草なども枯れているんですが、ウルグアイのモンテビデオになるセンテナリオスタジアム、ここもとても緑の芝生でしてね私もびっくりしました。今日は南米あるいはイングランド特有のものすごい応援声援が国立競技場ではもちろんありません。あるいはその点は選手にとってはちょっと感覚が違うかも分かりません。後半の20分を経過して得点は1対0、依然としてペニャロールリード。なんとか突破口を開きたいところですが、倒れ込んだのは3番のディオゴか3番のグチエレスか。そうです、20歳のグチエレス。そのシーン、激しいヘディングですがこれはチャージではないような感じです。マーク・ウォーターズから出たボールです。ああ手が当たったんですね顔に。まだ起き上がりません。でもねレフリーよく知ってますよ。これはねジェスチャーなんです。実は時間稼ぎ、ですからもう試合どんどん続行させますね。レフリーのシレスさん40歳ですが、世界の審判団の中で最大のホープと言われておりますコスタリカ、スペインのワールドカップ。おっとまだ痛がっておりましたグチエレスに警告であります。シレスさんが警告。この辺がねレフリーのその18条というルールなんですね。レフリーの判断で
例えば先ほどからね、この痛がって転んでるとグランドあのゲームを遅行させてますね。でそれに対して今ちょっとファールしたと、はい、そんなことに対するねもう警告ですね。キーパーのフェルナンデスを抑えました。長身体ごと突っ込んでいきました。センターフォワードのピーター・ウィーズ、今度はピーター・ウィーズに対する注意であります。やはり点が取れないということで少々エキサイトしてまいります。高尾さん、はい、ペニャロールのベンチですがね、バニューロ監督は前半と比べまして後半になりますとだいぶ動きが出てまいりまして、立ち上がったりして大きな声で指示を与えてます。その内容ですけどね、もうこれも あんまり具体的なことではなくて、落ち着けですとかね、それからジャイール頑張れとか、まあ、こういったことですね。なるほどね、まあ、特に作戦的な面ではもうキャプテンのオリベイラ、そしてセンターフォワードのモレナが指示してますからね。さあチャンスボールになった。単独ドリブル、単独ドリブル、ゴール前、ゴール前、どうだ、キーパー抑えられない、入った、入りました、入りました、2点目、入った、2点目です。2点目、ワルキルシルバー単独のドリブルシュート、キーパーがハンブルしたところさらに押し込みました。2点目、2対0、後半の22分、ワルキルシルバーの得点です。思わぬスルーパスからキーパーのジミー・リマーハンブル、それをさらに自ら押し込んだ、ナイスシュート。早いですねこのドリブルが。それとねやっぱり自分がねゴールを取れると思ったらね周囲のこのねプレッシャーに対して絶対にねプレーを続行する、これがね今得点を生んだ最大のですね要因ですね。これはこれ相当プレッシャーかかってますよ。全日本の森監督が今日の素晴らしい選手はシルバだと言っておりました。そのシルバ小さいけれども速いですね。シュートをいたしまして得点は2対0、ペニャローのリード。さあ今度は逆襲です。8番のショーのシュートはどうだ、キーパー正面、ゲイリー・ショー、金髪の21歳。このリズムがねアストンビラのリズムですね。だからこれが出てくるとまだまだゲームは分かんないと思いますけども、本当に金髪のゲイリー・ショーが走るとサラブレッドが走ってるような感じですね。そうですね、それと必ずゴール前フリーでシュートが打てる、彼の一番そのスピードが生かされる場面ですね。しかし得点は2対0、昨年のフラメンゴ対リバプールは3対0でフラメンゴの勝ち、今日のペニャロール対アストンビラは2対0。11番のトニー・モーリー、左側からなんとかチャンスを作りたい、ヘディングシュート、キーパー正面、ゲイリー・ショーのシュート、またまたキーパー正面です。なんか今日は月がなさそうですね。これも正面に行っちゃってますね。本当に目の覚めるようないいシュートなんですがね、運って言いますかね、そのゲームの中でのラッキーアンラッキーいろいろあります。11番のシルバー、2点目を叩いたシルバー、この人です。167センチ、チーム1のちびっこ選手。本当に去年もジーコがね 1m72cm という、はい、本当体から言ったら今の高校生並みのですね日本では、選手がそれだけ素晴らしいプレーができる、サッカーは体の大きさではないじゃないですね、ということですね。やはりね戦術と技術ですよ。特にね体の小さい選手というのはね非常に敏捷に動けますから、はい、それだけね相手との中でいろんな仕事ができるはずなんですね。そうした素晴らしい随所に見られる素晴らしいプレー、この6万以上入りました国立競技場で今中国の新陽のというチームも観戦をしております。さあトニー・モーリーです、トニー・モーリーです。ペナルティーエリアの中に入りました、2人がかりでマーク。今度はアラン・エバンスです。
フリーキックを得ました。アストンビラ後半の26分を経過、まもなく27分になろうとしております。フリーキックは10番のゴードン・コーアンズ、1メーター73センチ58キロ。さあヘディング、ピーター・ウィズカ、アラン・エヴァンス、しかしクロスバーを越えました。スペインワールドカップのスコットランド代表のエヴァンス、ヘディングシュートはしかしクロスバーを越えております。両チームのディフェンダー素晴らしいジャンプ力。今ね、高尾さんがおっしゃられたジャンプ力すごいですね。練習見に行った時もね、実にすごいね、このバネ、全身これバネというほとんどそんな選手ばっかりですね。向こう側のタッチを割りました。スローインはゴードン・コーアン。世界中に名の知られたスーパースターこそおりませんけれども、南米ではジーコと並ぶスーパースターがおります。ペニャロールのセンターフォワードモレナ、縦にボールを出しました。さあシュートのチャンスがあるかどうか、キーパーが足でこれを止めました。キャプテンのデニス・モーティマー、このチームのコントロールタワーでありますアストンビラ。シルバです。このボールコントロールね、はい。そしてゴール前にボールを上げるフェルナンデスを抑える。ゴール前にはゲイリーショーが詰めておりましたが、ゲイリーショーが1メーター78あるんですが、それより首一つ大きいフェルナンデス。青さん、はい。今日はですね、親善サッカーのため来日中の中国の新陽というチームのイレブンが参戦中なんですが、アストンビラの大きさ、力強さ、それからペニャロールのテクニックとうまさを感じるという感想を話しています。そして我々小柄な中国人のチームとしては、モレナを中心とするペニャロールのテクニックを参考にして学習したいと、こういう感想でした。いかにも中国のチームらしい、発言であります。まあ本当にしかし、たまたま中国から来日していてこういうゲームが見られるのは本当ラッキーですね。そうですね。それから今回ですね、アジアサッカー連盟ですね、この首脳陣もですね、何人か来てますしね、もう本当にアジアの中で定着したトヨタカップと、はい、そんな感じがいたしますね。7番のラモスです。うまいドリブル、そしてちょっとボールをはたきました。そして前方に走ります。もう一度ラモスへ、長いボールだが止めます。そして今度はどうだ、激しいつばぜり合い。8番のサラレギ、深いところで結局スローインか。スローイン、スローインです。30分を経過しました後半。さあロングスローアーのディオゴがボールを入れます。この人はボールを入れるともうほとんどコーナーキックに近いほど長いボールが入ります。おっと警告です。ははー、やはりゲームを遅らせたということでしょうかね。ええ、その通りです。厳しく警告を取ります。結局ゴールキックと変わりました。過去23回行われておりますこのサッカーのクラブ世界一決定戦、1960年に始まりまして、これまでヨーロッパのチャンピオンが8回勝っております。一方の南米の方が13回勝っております。そして、ゲームの不成立が1回。東京で開催されるようになりましてからは南米のチャンピオンが2連勝、相手は共にイングランドのチームでありましたが、このイングランドの両チームが連敗をしておりまして、アストンビラにとってはこれが3度目の正直、何としてもこのゲームに勝ちたい、その意欲満々で乗り込んでまいりましたアストンビラ。しかし得点は2対0、ペニャロールがリードしております。アラン・エヴァンス、10番のジャイール、
ラモスが、モレナが久しぶりに姿を現しました。ちょっとあのセンターフォワードのモレナの動きがですね、目立たなくなりました。あのね、ちょっとね2点を取ってからね下がり気味になってきましたね。なるほどね、最前線もやるというか、はい、最前線にだけいるというよりも中盤に下がってるという仕事が多くなってきますんでね、はい、そんなことでちょっと画面から遠ざかってますね。7番のラモスです。相手のタックルをかわしましたが、この7番のデス・ブレムナーボールを取りました。そして10番のコーアンズへ、コーアンズがドリブルで持って入ります。ちょっとボールを出しました。キャプテンのモーティマー届きません。スローインはアストンビラ、10番のコーアンズ、8番のゲイリー・ショーエ、もう一度スローインです。この世界一決定戦、さあゴール前ピーター・ウィズがボールを落としてゲイリー・ショーは打てません。ヘディングですね今のは。昇進を利しましてのピーター・オイズのヘディングであります。この大会は1960年にスタートいたしました。第1回大会がスペインのレアル・マドリッドとこのペニャロールとの間で争われまして、その時はレアル・マドリッドが優勝しております。しかしその後翌年の1961年、1966年とこのイエロー&ブラックのペニャロール2度世界制覇をしております。もし今日勝てば3度目の世界チャンピオン。ゴール前キーパーチャージ、キーパーチャージがありました。一方のアストンビラはもちろんこのゲームに勝てば初優勝。しかし得点は2対0、やや回復不能の得点になっておりまして、時計はまもなく後半の35分になろうとしております。屈辱の3連敗、なんとしても逃れたいところなんでしょうけどね。そうですね、でもやはりねアストンビラちょっとね本来のアストンビラのゲームをしてませんね。もっとねあの中盤なんかのですね、はい、この速い3人の中盤の選手のボール離れ、それとですね、はい、もっとねボールの動かし方がですね変化に飛んでますよ。なるほど、ね、今日はね非常に単調ですね、はい、そんなところにねやはりまだ決定的なチャンスを作ってないという感じがいたしますね。現在まで後半に入ってアストンビラの方が実にシュートが7本、ペニャロールは2本、完全にやはりあのディフェンシブな体勢を敷いてますね。そうですね、ですからペニャロールとしたらねやっぱり本来のリズムだと思いますね。守っておいてね一気に攻める、はい、カウンターでね守っておいてですねある隙を突いたところから得点を取ってしまう、これはもう完全にペニャロールのペースですね。はい、高尾さん、はい、アストンビラのベンチもねしっきりに電光掲示板の時刻のところを見合ってるんですよね。だん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 この時間が気になると思うんですが、そうですね、バートン監督もね、先ほどコートを脱いだままなんですが、ちょっと気温も下がってきたせいでしょうか、肩をすぼめるシーンが多くなりましたね。ちょっと冴えない表情というところですか。はい、さあ時計は36分、手元の時計ではあと9分となりました。得点が2対0ペニャロールリード、前半にジャイールの1点、後半にシルバの1点。さあジャイールがボールを持った、ドリブルです。ディフェンスが置かれて、そしてどうだ、5番のボッシオが上がってきました。ボッシオのシュートは力がありません。この攻めですね、一番あの気をつけないといけないのは5番のボッシオ、ディフェンシブなミッドフィールダーですが、この人が上がってきましてシュートを打ちました。アストンビラの逆襲も力がありません。さあ松本さん、はい、試合もですね、あと9分ぐらいのところですから、はい、まあ、ちょっと気になるのがその今日の最優秀選手ということなんですけどもね、どうですかね、
今のところ候補はやはりジャイール、シルバー、モレナ、このあたりでしょうかね。やはりね、得点を取った選手だと思いますね。はい、11番のシルバー、数がつながりませんでした。ですからコーナーキック、ジャイールかシルバー、はい、この人ですね。ですけども得点の取り方とすればですね、シルバーの方がややなんですかね、そのサッカーのゲームの流れから出たという感じがしますんでね。なるほどね。まあ、いずれにしても誰が車を取ってもチームのものにしますよということを言っておりましたペニャロール。さあコーナーキックです。3点目が入るかどうか。デス・ブルムナー、このボールをカットしたジャイールです。ゴール前思い切って打ちました。今のも落ちたでしょ。落ちましたね。全くボールが回転しないのにね、落ちちゃうんですよ途中からね。ただ一人のブラジル人ジャイール、これはヘリコプターから捉えた国立競技場、6万余の観衆が入っております。今日のトヨタカップ、幸いどんよりとは曇っておりますが雨は降っておりません。気温が 14.5 度、真夏のウルグアイから来たペニャロールも、真冬のイングランドから来たアストンビラも、まずまずちょうど中間ぐらいの気温であります。さあ右からのボールがどういう風に生きるか。ゴール前長いボール、いいボールが上がったぞ。ヘディングクリア、結局コーナーキックです。アストンビラ後半3本目のコーナーキック。2番のマーク・ジョーンズが上がってきてセンタリング。さあ後半3本目、なんとか1点一勝を報いたいアストンビラ。これをクリアします。本当にあのクリアのタイミングというのは無駄なことをせずに冷静にきちっとやりますね。そうですね。ですからそのゲームの状況っていうのをよくもう読んでますね。今のあのスロー VTR でちょっと気がついたんですが、今最後のあのディフェンスをやったのはモレナですよ、センターフォワードの。そうですね。センターフォワードのモレナ、ほとんど中盤に下がっております。ペニャロール、そして11番のシルバ、俊足です。さあドリブルで持って上がります。そしてジャイールへ、ジャイールからワンツーリターン、スルーのボール、おっとスルーのボール、ジョーンズかわされた、どうだ、おっと倒れ込んだシルバ、倒れたシルバ、せっかくのチャンスを逃すか、おっとまだボールを持っている、生きている、それをタックルしました。惜しいかな、シルバグラウンドに足を取られました。まああのね、グラウンドに取られるよりもね、キーパーを見たんですよ。なるほど。その瞬間ね、ボールから目を離しましたんでね、それでボールへちょっと乗っちゃいましたね。ゴール前ボールが上がります。激しいヘディング、そしてブレムナ、ディオゴがクリア、大きくクリアしました。ペン・マクノートから右へサイドチェンジ、ピーター・ウィズがボールを落としますが、これをヘディングでクリアします。キーパーに返しました。高尾さん、ジャイール、はい、もう残り5分切りましたけどね、バニューロ監督は、控えの選手と話をするくらいの余裕が出てきました。あ、そうですか。で立ち上がってね、選手にアドバイスを与えてるんですが、まあ、選手にはおそらく耳には届かないと思うんですよね。それよりむしろ自分自身に言い聞かせていると、そんな感じがしますね。一方のアストンビラベンチは全く声なし、あとはもう全て時と運に任せるという感じです。なるほど。さあラモスにボールが出ます。いや僕はね、どこでこのゲーム出してくれるかと思った、この短い空中のですねパス、はい、連続してですねダイレクトで行われるという、これようやく出てきましたね。これはもう南米の一番得意とする戦法ですね、はい、さあラモスがボールを持ちました。そしてモレナからワンツーリターン、ここでホイッスルです。フリーキック、いい位置でフリーキックを得ました。もう一度じっくり見ましょう。6番のトニー・モーリーのファールです。またここでジャイルのフリーキックですね、はい、見せ場ですね、
モレナがおります。そしてセットをしているのが10番のジャイール。このセットプレーをどういう風に処理しますか。ペニャロール残り試合時間があと3分というところで、おっと蹴り上げてしまいましたラモス、7番のラモス、ミスキック、頭を叩かれております。これがモレナ、センターフォワード、30歳、ウルグアイのちびっ子たちのアイドルであります、10番のジャイール。そしてウーゴ・バニューロ監督は、右側におりました。得点は2対0、前半にジャイールがフリーキックから上げた1点、そして後半にシルバが単独ドリブルで上げた1点、得点は2対0です。今日は16歳のペニャロールのロドリゲス、はい、それから18歳のアストンビラのですね、マーク・ウォーターズ、この2人が控えで出てくるかなと思って期待したんですが、出るチャンスがなさそうですね。やはりね、ビッグタイトルではちょっとまだね、年齢的に若いですね。特に今日はこの国立競技場、高校サッカーを目前にして、各代表チームの監督あるいは選手たちも観戦しておりますから、なんとかその高校生16歳のロドリゲスのプレーを見せてもらいたかったんですが、しかしそれを見るチャンスはどうやらなさそうです。残り試合時間が手元の時計であと2分半、得点は2対0、南米チャンピオンのペニャロールリード。ラモスハーフェラインを越えてドリブルで持って上がります。右側にボールをはたく、そしてサラレギ、ボッシオ大きくボールを入れました。このボールはアウトです。高尾さん、はい、ペニャロールのベンチの後ろでね、今あの役員がね、役員同士でも抱き合ってますね。ああそうですか、もう勝ったと言わんばかりですね。試合時間は刻一刻となくなっております。得点は2対0。ペニャロールが3度目の優勝を目前にしております。ついに現在まで1点も取ることができません。イングランドのヨーロッパチャンピオンアストンビラ、サッカーの母国から参りましたアストンビラ。さあゴール前です。フェルナンデスが出て抑えます。しかしこのボールハンブルいたしまして、大きくクリアされました。今度はラモス、さあ最後の攻撃になりますか、最後の攻撃になりますか。手元の時計は45分を回りました。45分を回っております。ボッシオ、ボッシオからどこへボールを展開するか、ほとんど時間はありません。前方に長いボールを出しました。ジミー・リマを抑えました。試合終了間際、やや動きが激しくなってまいりました。レフリーが今時計を見ます。レフリーのシレスさん、今時計を見ます。ゴール前、コーナーキックです。さあ最後のコーナーキックになりますか。時間がありません。ショートコーナー、キャプテンのモーティマ、ゴール前にボールを入れるピーター・ウィズのヘディングはちょっと長すぎました。ボールが長すぎた。完全にディフェンスを固めたペニャロール、4番のエヴァンス、このボールをカットされました。そしてデス・ブレムナー、ダイナモのあだ名があります。デス・ブレムナーからもうほとんど時間がありません。試合終了、試合終わりました。2対0、ペニャロール優勝。1982年の世界クラブチャンピオンは南米チャンピオンウルグアイのペニャロールと決まりました。得点は2対0です。得点は2対0。3度目の世界チャンピオンになりましたウルグアイのペニャロールです。素晴らしいゲームでした。素晴らしかったですね。ペニャロール本当にね、うまい守備力と、それからわずかなですね、そのチャンスを生かしたそのゲーム運びのうまさ、これが目立ちましたね。
結局試合は2対0、トヨタカップは南米チャンピオンが3連勝、そしてペニャロールが史上3度目の優勝を果たしました。いよいよこれから表彰式であります。晴れのクラブ世界チャンピオンに輝いたウルグアイ代表ペニャロールに、これから優勝杯インターコンチネンタルカップが、南米サッカー連盟コンメボルのサリナス会長とヨーロッパサッカー連盟ウエハのシュナイダー理事の2人から贈られます。もらうのはキャプテンのオリベイラ。そのひげ面、この嬉しそうな表示を高々と差し上げました。インターコンチネンタルカップ、モレナがおります、そしてリオゴがおります。3度目の優勝を果たしたペニャロール、センターフォワードのモレナの素晴らしいプレーは印象的でした。今キスをいたしました。続きましてキャプテンのオリベイラ、そしてチームメイト、本当に嬉しそうですね。やはりね、世界一ですからね、この喜びはもう本当にね、ひとしおだと思いますね。同じく優勝チームペナロールに、トヨタ自動車株式会社の豊田英二会長からトヨタカップが贈られました。高々と差し上げておりますのは3番のヤングナンバーワン、グチエレスです。トヨタカップの授与、リオゴ、そしてボッシオ、嬉しそうな表情です。さあ、それではここでペニャロールが挙げました2点のうち最初の1点をご覧いただきましょう。前半の27分です。ジャイールのフリーキック、まさにフリーキックの見本のような素晴らしいシュートを見せました10番のジャイールです。そのジャイールが今映っております。そして左側にインターコンチネンタルカップを持ったキャプテンのオリベイラ、そしてトヨタカップを持った3番20歳のグチエレス。精悍な表情の中にどことなく愛嬌もあります、このジャイールです。さて、記者投票によるトヨタ賞、トヨタカリーナフォードアセダンをもらう最優秀選手は誰か。果たして最優秀選手は一体誰か。ジャイールです。ジャイールが選ばれました。先制点を取ったジャイール、1982年トヨタカップの最優秀選手はジャイール、そしてトヨタ賞としてトヨタ自動車株式会社豊田章一郎社長からトヨタカリーナフォードアセダンのモデルキーが贈られております。嬉しそうなジャイールの表情。しかしキャプテンのオリベイラと、そしてモレナは、この車はチーム全体でもらった車である、チーム全員で使うようにしたいと言っておりました。しかし選ばれたのはジャイールです。第23回のサッカークラブ世界一決定戦第3回トヨタカップ、結局試合はペニャロールが2対0でアストンビラを下し、これで通算南米が14勝ヨーロッパ8勝となりました。イングランドは3連敗、それにしてもさすがに世界のトッププロ、ともに実力を発揮し素晴らしいプレーを見せてくれました。ビクトリーランが行われております。それではそろそろ国立競技場からお別れいたします。解説は日本サッカー協会強化部員の松本育夫さん、実況は高尾孝明でお伝えいたしました。それでは皆さん、さようなら。